お時間ちょうどとなりました。発表時間は30分です。それでは福島さんを拍手でお迎えください。それではこれより、情報システム部門の業務における Python の活用と題しまして、福島より発表させていただきます。よろしくお願いいたします。まずはじめに、本セッションに関する簡単な注意ですが、本セッションは上質を生業としている Python の初心者が Python の活用法であったり活用事例を紹介するものです。スライドの中には一部コードを添付していますが、この動作を保証するものではありません。また紙面の都合によりコードの全体は記載できていないことをご了承願います。これらを踏まえた上でお楽しみいただければ幸いです。本日の発表のお品書きはこちらです。簡単な自己紹介とアイスブレイクの後、上質の業務と Python の関係について触れ、事例紹介に移ります。で、最後にまとめでの締めとなります。それでは早速自己紹介とアイスブレイクのコーナーです。私の名前ですが、改めまして福島啓人と申します。現在オルタ株式会社で情報システム部門の担当をしております。来歴ですが、大学時代に機械工学計算力学、これはいわゆるシミュレーションですね、フォートランや C や Python を使っていました。大学院に移り、今度は打って変わって実験系の研究室に入り、生体材料の開発に勤しんでました。生体材料といってもいろいろあるんですが、一言で言うとプラスチックを体の中に入れても大丈夫なように加工するというテーマで研究していました。大学院卒業後、ここから少し異色の経歴が始まり、前職、体の中に機械が入る世界になるだろうと、医療系と機械系両方の技術を持つメーカーにエンジニアとして入社したところ、少し経営状況が芳しくなく、配属が決まった事業所が売却されたり子会社化されたりを繰り返し、あれよあれよというままにエンジニアリングではなく管理会計を担当していました。この状況は我がことながら再現性がなくて面白いと思う自分もいましたが、これは本当に自分がやりたいことなのか、キャリア迷子になりかけていた頃に、イエンタで創業したばかりのオルタの役員たちと運命のマッチングをし、半年のお手伝い期間を経た後、資金調達を機に1人目の社員として入社しました。このあたりはウォンテッドリーにインタビューの記事があるので、ぜひご一読ください。文字ばかりだとあんまり面白くないので、少しエソ材をということで、一番左は大学時代の研究の写真です。で、真ん中が大学院で、右が現在です。一番左、これはシミュレーションの様子を図にしたものですね。骨に力を加えてうまく分散されている様子が分かるものです。フォートランを使って書かれた研究室秘伝のタレみたいなプログラムを使って計算した結果を、当時少し流行り始めてた Python を使って表現しています。確か Python イメージングライブラリー、今だとピローなのかな、を使ってます。真ん中はシミュレーションから打って変わって実験している様子で、プラスチックにプラズマを照射したり、コーティングしたり、電子顕微鏡で解析したり、薬品を使ってたりします。これはアセトンって除光液ですね。で、右がこれは現職のオフィスで天井裏のネットワーク配線を行っている僕の絵です。結構ドヤ顔ここをしているように見えるんですけど、結構必死です。で、こっちは在宅ワークを開始し、セットアップした PC が PC を発送に行く様子です。なんかホビットとかそういうマスコットキャラクターみたいな感じがあるよねとの評判です。少し私の所属しているオルタ株式会社について紹介させてください。オルタ株式会社は実は4年前から PyConJP のスポンサーをしております。プロダクトはどちらも Python、Django を使ってます。プロダクトはオルタクラウドファクタリングというサービスとインボイというサービスの2つがあり、オルタは請求書を現金化するサービスで、中小企業や個人事業主の方の資金繰りをサポートしています。インボイは無料で使える請求書発行サービスです。もしかしたらこの会場にも使用してくださっている方がいらっしゃるかもしれません。もしそうなら嬉しい限りです。請求書発行の他にも最近リリースした機能ですが、請求書をカード払いすることもできます。ミッションはあらゆる情報を信用に変え、新しい価値を創出するというものです。累計30億円以上を調達している60人程度のフィンテック企業になります。詳しくはカルチャーデックをご覧ください。このカルチャーデック結構評判良くておすすめです。アイスブレイク、つかみの話題として何がいいかっていうのを私結構考えたんですけど、結論、上質である私と、おそらくプログラマーである、皆様方との共通の話題として、これ一つ面白いんじゃないかなっていうもので、人生で遭遇した最もやばいバグっていうのについてお話しさせていただこうかなと。私が経験した最もやばいバグですが、お客様に電話をかけるために使用していた電話サービスで、これなんとかコネクトっていうんですけど、お客様含む日本の電話番号に
電話をかけると、なんかたまにタガログ語みたいな謎の音声が再生されて、お客様に電話がつながらないっていうバグが発生しました。これ本当嘘みたいなんですけど、当時の音声見つかったのでちょっと再生を試みてみます。ダメだ、読み込めない。諦めます。でこれまあちょっと今再生できないんですけど、まあ、中身はこうなんかよくわからない音声と、僕がちょっと英語で会話を試みてるみたいな音声で、でアナウンスと気づかずにもう英語でなんか会話を試みてるみたいな感じです。でこれ当時別の電話のサービスで乗り換えをリリースしようとしているタイミングで発生したもので、もともとは旧電話番号に入電したら新電話番号、新しい電話番号の方に自動で転送されるような設定を想定していたのですが、このバグによりお客様が古い方の電話番号に電話をかけたら転送されるタイミングでこのなんかアナウンスが流れてしまうと、結構会社の顧客に関わるやばいバグでした。最終的に旧電話番号から新電話番号への転送を諦め、旧電話番号に入電したときは電話番号が変わりました、新電話番号はこちらですとアナウンスを流すにとどめ、新システムに移行し解決としました。本当に余談なんですが、まあ、このバグを社内で報告してよくわからないことが起きてるんです、助けてください、助けを求めたところ、テックリードが颯爽と現れ、ちょっと一緒に見てみようかと報告した通りの手順をなぞったら本当に再現してしまって、福島さんちょっと忙しすぎて頭おかしくなっちゃったのかなって思ったんですけど、本当にバグが起きてて目を疑いましたって朗らかに笑ってたことを僕は今でも覚えてます。今でこそ笑い話ですが、まあ、発見した時は結構焦って落ち着き払ったテックリードがかなり心強かったです。はい、空気もほぐれたところで本題の前提知識の説明に移ります。上質×Python って言って、この2つの道がクロスするところってどこなのかっていう、皆様は上質の業務範囲は何かっていうのを一言で表現できますか。上質の業務として代表的なのは今スライドに映しているものたちです。縦軸開発、インフラ、事業バックオフィスだとしたらヘルプデスク、 IT 戦略、セキュリティ、テレフォニー、 IT ガバナンス、社内インフラ、 RPA などなど、これを一言で言い表す言う言葉があって、それはプロダクト以外全部が業務範囲、そういった覚悟で業務に従事しています。ちょっと総合格闘技みたいでかっこよくないですか？業務範囲、業務カテゴリーは非常に広いんですが、これらを実際の業務に落とし込むと大まかにこんな感じです。会社によってまあ多少の差はあれど、大きくまあ定常と非定常に分かれます。で定常業務の中には、業務サービス、SaaS管理、これはアカウント管理や保守運用を含みます。端末管理、IT 資産管理、ネットワーク管理、セキュリティ、監査対応。非定常なものとしてはシステム導入、リプレイスやインシデントレスポンス、サート活動などが挙げられます。ここで勘のいい皆様ならピンとくると思うんですが、この定常業務保守運用っていう分野は Python がかなり活かせるんですね。他にもセキュリティ監査対応などは出番があります。個人的には結構 Python がないとやってられないなっていう業務はあります。 SaaS 管理に関して補足なんですが、昨今業務インフラ、バックオフィスのシステムのトレンドっていうのは、会社ごとに独自のシステムや全部入りの ERP パッケージを利用してた時代から、複数の SaaS を組み合わせて利用する時代に変わりつつあります。ただ、まあ、やはり SaaS も万能ではないので、標準の機能だけで現場の業務に合わせて運用を構築しきるっていうのは、まあ、現実的に無理なことが多いです。そういった時に、まあ、API と簡単なプログラミングで足りない部分を補うことで、まあ、コストパフォーマンスと業務効率を両方とも最大化するっていうことが見込めます。この実例の紹介っていうのが今回の発表の趣旨になります。業務カテゴリーと SaaS ごとに、まあ、私 Python にこれ救われてるわっていう業務の一部がこちらです。本日この後事例としてこれら6つを紹介させていただきます。それではここより事例紹介です。事例の説明の流れですが、事例は A から D、 どんなことしているのか、会計や課題、プログラムの概要、結果出力の4項目に分けて説明させていただきます。それではまず1つ目、 Google ワークスペースのグループ管理から始めます。このグループ管理、どんなことをしているのかっていうのはかなりシンプルで、 Google グループの作成設定の省力化です。より具体的にはグループ名とアドレス名のみ指定して、なんでもないですグループの作成が完了する。でメールと名前と説明を入力して、これを実行するとグループの作成が完了します。ちょっとアップルウォッチがわがままを言うんで、でまあこれはそんなことかよ、これこんなことパイコンで話すような内容かって思うと思うんですけど、これ違うんですよ。結構根が深くて奥が深い問題なんですね。
Google グループの設定画面、まあ、見たことある人多いかもしれないんですけど、結構 UI がたびたび変更されます。しかも結構直感的ではないんですよ。なんで、まあ、設定ミスが非常に発生しやすい。職業から私いろんな SaaS の設定画面とか管理画面を見てますが、まあ、中でもこれは結構かなり直感的ではない方ですね。とはいえ、まあ、最近だって少し簡単になりました。チェックボックス入れたら権限が設定できる。ただやっぱりこの表現も会話とか投稿とか表現上の違和感はちょっと拭えない感じになっていて、もともと Google グループっていうのはフォーラムとかメーリングリストとかがメインの用途だったら名残かなっていうふうに思います。現在フォーラムとか Slack、Discord で移りがちなこともあって、メインの用途は IAM 管理や組織のチーム管理、組織内のグループアドレスとして利用する用途が多いのではないでしょうか。この直感的でない管理画面というのは、やはり設定ミスというのが多く発生しがちで、よくある誤った設定の例としては、メールの内容、受信したメールの内容、送信したメールの内容が全部ウェブへ一般公開されてしまう。組織内の誰でもメールの内容が閲覧できてしまう。大事なメールがスパムと分類され、届いたことに気づかない設定になってしまっている。といったことが挙げられます。特に2013年頃は、このデフォルトの設定がウェブへ一般公開だったっていうこともあって、中央官省をはじめ、環境省とかですけど、多くの企業の内部情報が意図せず公開された状態になっていたこともありました。これ結構ニュースになっていたので、記憶の片隅にある方は多いかもしれません。もちろんですよ。ここまでいろいろ物申してますが、これはあくまで設定画面の一部が少し使いにくいっていう話であって、Google Workspace 自体は私本当に最高のプロダクトと思っているので、誤解なきをお願いいたします。そもそも、Google Workspace Admin SDK の Groups Settings API のパラメータは、60個近いものがあって、これを設定画面上で適切に設定しきるっていうのは結構難しい、かなり難しい。で、やることは簡単ですよね。ここで Python の出番ですよ。管理画面が使いにくいなら API を叩けばいいじゃないと。公開範囲に関するパラメータを指定してリクエストすればいいんです。実際のコードの一部ですが、誰が参加できるの？招待されたユーザーだけだよと。誰がメンバーを確認できるの？組織内のユーザーだけだよと。誰がメール見られるの？メンバーだけですよと。誰からのメールを受信できるの？世の中すべての人からですよといった具合に、文字で定義してしまえばいいんです。結果は簡単ですね。指定した設定のグループアドレスが一瞬で作成完了します。 Python のおかげでこの管理画面の操作から解放され、設定ミスや情報漏洩からおさらばできる。ビバ Python。 お次、Google ドライブ管理の話です。これが手前味噌ながら、正直今回紹介する事例の中で一番手が込んでます。行ってみましょう。ドライブ管理と言いつつ、これは何をしているのかですが、一言で言うと外部への共有を特定の条件で自動停止させています。より具体的には、社外へのファイルを共有した後、ファイルを使用しなくなったら共有を解除する。 Google ドライブへ招待して一定期間アクセスのない社外のメンバーを共有対象から削除するといったことを実施しています。なんでわざわざ Python で共有を停止するのかの背景の説明に移ります。 Google ドライブは主に2通りの共有方法があります。1つはフォルダ単位、ファイル単位の共有で、これは主に一時的なファイルの共有に使用します。もう1つはドライブ単位の共有で、これは主に長期的なファイルの共有に使用します。どちらについても共有したタイミングでは適切に共有範囲を制限できるんですが、共有してから時間経過すると往々にして状況が変わっていることが多くて、当初適切だった共有範囲というのが不適切になってしまうことがあります。例えば先方の担当者が辞めてしまったとか、そういったケースがありますね。これらの意図せず不適切に外部に共有されたままっていう状態を上司としては根絶したいと考えます。ですが残念ながら Google ドライブでは一度外部へ共有したファイルの共有解除っていうのを中央集権的に管理することができません。より具体的に望ましい設定の例を挙げますが、例えば7日間だけ有効な URL を発行してファイルを共有したいといった設定、これは共有期間のオプション、共有期間設定のオプションというのは最近追加されましたが、組織としてこの共有期間を強制するといったことはできない状態です。また1ヶ月だけ共有ドライブに招待して共同作業したいといった設定は、そもそも共有の期限を設定するオプションがなくて設定が不可能です。このため Google ドライブは一度共有したら共有したままになりがちという問題があって、ファイルサーバーとして Google ドライブを使用し続けるには共有の停止を何らかの方法で実現する必要がありました。これを解決するために Python で2種類のプログラムを作成して定期実行することで解決に導きました。1つはファイルの共有停止プログラム、これは一定期間更新のないファイルの外部共有を解除するものです。もう1つはドライブのメンバー削除プログラム、一定期間アクセスのないメンバーを共有対象から削除するものです。
プログラムのフローチャートをそれぞれ示します。まずファイルの共有停止プログラムですが、組織のドライブ内で外部共有可能な設定になっているドライブをリスト化し、それぞれのドライブ内のファイルに対してファイルの最終更新日を確認して、最終更新日が7日よりも前であれば外部に共有されているか確認して、共有されている場合共有を解除し、結果をスラック通知します。次にドライブのメンバー削除のプログラムですが、こちらも外部共有可能になっているドライブをリスト化し、権限を確認し、ドライブへの権限の付与っていうのはユーザー単位かグループ単位かの2種類があるので、それらについても分岐を記載し、それらが社外のメールアドレスだった場合で、なおかつ、期間内に共有ドライブへ、その相対した共有ドライブにアクセスがあるかないかというのを確認し、アクセスしてなければ権限を削除しています。結果を最後にスラックに通知して完了です。このドライブ、このプログラムはドライブ API と、ここでディレクトリ API ですね。で、最後にアクセス履歴を確認できるレポート API っていうのがあって、これを叩いて確認してます。これらのプログラムを実行すると、指定した条件で外部共有が解除され、図のようにスラックに解除された通知が来ます。より詳しい内容を自社のテックブログの方に記載しているので参照してくださると嬉しく思います。この Google ドライブの共有停止ですが、もし Python がなければ共有の自動停止をしたいという要望は叶えられず、せっかく Google Workspace を利用しているのにセキュリティ上の懸念を払拭するためにファイルサーバーとしては他の SaaS を導入しなければならないといった事態を回避することができました。もし仮にファイルの共有サービスを別途契約するってなったら、それだけで年間100万とかになってきますからね。ありがとう Python っていうところです。Google Workspace 最後の事例です。認証アプリの一覧化について紹介します。これ認証アプリって言われても、皆さんピンとこないと思うので、より正確な表現すると、Google のアカウントでアクセス権を発行して認証して接続したアプリのことを指します。ここで Google アカウントの設定管理画面のセキュリティのタブ、ここから確認できる接続済みアプリケーションと発行している権限のスコープっていうのをユーザーごとに一覧化します。なんで一覧化するのって話なんですけど、背景を述べると、一言で述べるならシャドウ IT の利用状況を把握したいためです。このシャドウ IT っていうのは組織で利用を許可していないアプリやサービスのことを指します。根本的には通信の監視であったり抑制であったりっていうことをすることで解消するものなんですが、 IDP 側の認証ログっていうのも有用な特定の手段の一個であり、確認する価値があります。シャドウ IT は潜在的に情報漏洩の温床となりやすく、2つの大きな課題、懸念があります。1つは、例えばメモアプリやクラウドストレージなどが例に挙げられるんですが、そもそも機密情報を保存できる場所っていうのは情報資産管理の観点から制限しなければならないんですが、クラウドサービスというのはどこからでもアクセス、どこからでも気軽に利用できてしまいます。これをあまり厳しく制限しすぎると従業員の利便性を損なってしまうので、落としどころが難しい問題です。しかし上司としては少なくともどのサービスが利用されている可能性があるのかという、使用状況を把握したいと考えています。もう一つは、過剰な権限がサービスに対して付与されていないかという懸念です。サービス側から API アクセストークンが漏洩することもあって、仮に漏洩してしまうと攻撃者からドライブやメールへの不正アクセスがなされるリスクが高い状態になります。このことから権限は必要最小限に制限しなければなりません。 IT 統制セキュリティを司る上司としては、誰がどのアプリにどの権限を付与しているのか確認する必要があります。認証アプリと付与されている権限は管理画面からユーザーごとに一個一個確認できるんですが、すべてのユーザーの認証アプリを横断的に一覧化する機能とかはなく、ここで Python の出番が到来します。なんか背景結構いっぱい喋ったんですけど、プログラム自体は非常に簡単で、対象のユーザーのメールアドレスを指定してディレクトリ API を叩くだけです。で、実行すると、ユーザーごとに認証しているアプリとかスコープ、権限の付与状況とかが一覧化されます。で、これスプレッドシートで集計し、可視性を高めたものがこちらです。ここには表示してませんが、やはりメモアプリとかクラウドストレージなどの認証が確認され、該当者に確認し、利用停止お願いしますということを依頼したこともあります。はい、同じリストを管理画面から作成しようとした場合、ユーザーごとにページを開いてコピーしてスプレッドシートに貼り付けて、また別の画面を開いてコピーして貼り付けてっていったように、おそらく1000回単位でクリックを操作するような事態になっていたっていうところがあって、私 Python のおかげでこの無限クリック地獄を回避することができました。ありがとう Python、 最高だぜ。Google Workspace の次は Slack のお話です。チャンネル管理と投稿内容取得についてお話します。まずはチャンネル管理についてです。
チャンネル管理 Python でやる必要があるの、標準の機能で十分なんじゃないのと疑問をお持ちのことでしょう。Python でよくやる作業っていうのは Slack の管理者として頻繁に操作することがある作業の効率化です。全チャンネルの一覧化、チャンネルメンバー一覧化、チャンネルへのメンバー招待、他もユーザーグループの一覧化などがありますが、主なものはこの3つです。IT 統制を司る上司としては、全社的に使用するサービスのルールを定め、可用性、機密性、完全性を保ち、運用できるようルールを整える義務があります。Slackのチャンネル管理っていうのは、可用性と機密性に直結するので、避けては通れない作業です。中でも、先に3つ挙げた操作っていうのをなぜ Python を使って行うかですが、1つ目、チャンネルの一覧化なんですけど、ビジネスプラン、Slackの上位プランではこの機能あるんですけど、下位プランではないんですね。ただこの機能に2倍の金額をお支払いすることができるかっていったら、少しやっぱり尻込みしてしまうところがあります。ここで Python の出番ですね。でメンバーの一覧化、これ意外に思われる方多いと思うんですけども、Slackチャンネルのメンバーを一覧化で出力する機能がないんですよ。このチャンネルに誰が所属してる、一覧にできない。チャンネルごとにメンバーを一覧化して棚卸しするっていうのは、ニーズとしてあるんですけど、これをうまくやる方法がなかなかないと。で、経験ある方多いと思うんですが、メンバーを一人一人選んで Slackのチャンネルに追加していく、これ結構大変なんですよ。で、新しいチャンネル作ってこのメンバー一括で招待しといてみたいな結構あるんですけど、結構大変なんですと。全チャンネル一覧化、プログラムの概要についてちょっとお話しします。 Slack アプリをまず作成し、チャンネルを読み取る権限を付与し、メンバー全員に承認してもらいます。これで、適切なチャンネル一覧を取得するトークンができます。このトークンを使用してチャンネル一覧を取得する、Conversations List っていう API を実行します。で、結果なんですけど、チャンネル ID とかチャンネル名、チャンネルの種類、作成者などの情報が一覧化されて、これらがスプレッドシートで可読性を上げたものですが、誰が作って、いつできてみたいな、トピックは何でみたいな感じのが一覧化できて、これで棚卸しが簡単になります。チャンネルメンバーの一覧化、これはあんまり大したことやってないんですけど、ユーザーのチャンネルの ID を指定して、カマセンションのメンバーを実行すると、チャンネルメンバーは誰ですっていうのが列挙されます。で、一括招待もチャンネルの ID と招待したメンバーの ID を指定してインバイトを実行すると、一括で68人とかガッとインバイトできるよっていう幸せな機能です。 Python のおかげで、安く SaaS を使いこなすっていうことができて、転職業務も、省力化できてます。 Slack の投稿内容の一覧化ですが、どんなことしているのかっていうところで、特定のチャンネルに投稿された内容を取得して一覧化しています。これ上位プランだと、これも非標準の機能で実装されている機能なんですけども、下位プランでは利用できないので API を利用します。そもそも投稿内容を取得するニーズってあるのって話なんですけど、これはたまにあるんですよ。ここまで突然ですが、背景の説明に必要なので、オルタ社のバリューについて簡単に説明させていただきます。また会社の宣伝って、違います、背景の説明です。私の所属するオルタっていうのは、ミッションとバリューを非常に重要視してて、ステイゴールド、オーケストレーション、イズアイの3つのバリューを、意思決定の規範として定めてます。で、それぞれについて求める行動、求めない行動っていうのを例示していて、メンバーはこのバリューの体現が求められます。で、バリューを体現することでミッションを実現する。ステイゴールド、ミッションに挑戦し続けるための姿勢。で、オーケストレーション、ことに向かうための仲間との接し方。イズアイ、根拠に基づいた意思決定のあり方。私の大好きなオルタのカルチャーの一つとして、このバリューの体現を称え合う文化があります。同僚がバリューを体現する、素晴らしいって感じたら、褒め称えるコメントをスラックのチャンネルに投稿するものです。例えば、彼のこの行動は極めてステイゴールドだと、〇〇さんからオーケストレーションを強く感じたとか、〇〇さんの作成したこの資料はウィズワイにあふれているなどなど。私ゲーマーなんですけど、やっぱりチームメイトとか褒めるとパフォーマンス上がりますからね。褒めるってすごい大事なんです。で、みんなの褒めが一つのチャンネルに蓄積される。ここまで来れば皆さん動かりますよね。分析したくなるんですよ。誰がどのバリューでどれぐらい称えられたのかっていうのを分析したい。ここで Python の出番です。高額のプラン使ってれば標準でできるんですけど、使ってないので API 使います。プログラムの概要は、コードはまた非常に簡単で、チャンネルの ID を指定し、カンバセーションズヒストリーを実行して、ボットからの投稿を除外したり、開業を整形したりっていうのをやって、ファイルに書き出すということをやって完成です。ファイルには投稿者のユーザー ID とか投稿内容とかタイムスタンプとかが出力され、これをスプレッドシートで集計して、見やすく整形したものがこちらです。誰がいつどのバリューで褒められたかということがカウントできるようになっています。同様の集計は、例えばお客様からホットボイスっ
まあ、お客様からの直接申し出のあった要望などが蓄積されるチャンネルでも実施したことがあり、まあ、詰まるところ結局何が言いたいのかというと、まあ、カルチャーの浸透もマーケティング戦略の立案も、ね、この深い部分で Python に支えられているというところですね。本当に最後軽いやつなんですけど、 GitHub のプルリクエスト一覧化についてお話します。もう本当皆さんからすると簡単すぎるぜって話だと思うんですけど、 GitHub のプルリクエスト一覧こんなんです。これも一覧化します。なんでって話なんですけど、上場に向けた監査の対応の一環として実施しています。で、監査の項目としてリリースの時に、リリース事前にテストしてその記録残ってるんですか、で、その事前にリリースが承認されてその記録残ってるんですかっていったことが第三者の観点から確認されます。この確認というのは、まあ、全件に対して行われるわけじゃなくて、監査対象期間約8ヶ月のプルリクエストの中から監査法人がサンプリング対象として選択した10件から20件について行われます。ただこのサンプリングにあたって募集団となる一覧を出力する必要があるんです。ただGitHub のメニューが、まあ、ちょっとCSV 出力の機能がないんですね。なんで、まあ、PDF とかスクリーンショットでこの画面を提出するってことも可能なんですけど、まあ、1ページ25件しか表示できないので、まあ、32枚の画像を極めて非効率なんで、ここも Python の出番ですねと。組織リポジトリ何ページ目まで一覧化するっていうのを指定して API を実行します。実行するとプルリクエストのステータスやタイトル、作成日時、更新日時などが一覧化されます。可読性を上げたものがこちらです、まあ、でもちょっとタイトル見れないんであまりあれですけど、まあ、いつ作られ、いつアップデートされ、いつマージされたのかといったところが出力されます。これ監査法人に出して、じゃあこれ出してくださいというやり取りが可能になるんですね。なので、まあ、一言、監査の対応にも Python。 はい、ちょっと駆け足しすぎたかな。事例の紹介が終わりました。最後に発表のまとめです。まとめいろいろ思い浮かんだんですけど、結局一言に集約されました。もう I love Python、 この一言ですね。そもそもなんですけど、私Python なしだと大学の卒業が危なかった感じの人間で、研究室の言語フォートランなんですけど、もう本当に読めないんですね。で、これちょっと研究室でフォートラン使ってないけど Python 使っていいって言って、まあ、何でもいいけどって言われて使わせてもらって卒業したんですけど、その時やっぱりNumPy とか SciPy とかPandas とかがかなりプログラミング力のない僕を支えてくれました。なんで、まあ、Python なしでは大学卒業危なかったんですけど、おかげさまで卒業でき今こうやって生きてます。で、他にもプログラミング言語ありますけど、まあ、読みやすく書きやすくライブラリも豊富でサンプルコードも多いっていうのは本当にありがたいことだなと思ってます。今日紹介した、まあ、GUI では解決できないっていうところも、まあ、API 叩けば一瞬でできることがあるっていう。で、 Python は私にとっては、まあ、とても手に馴染む愛用の工具のようだなと感じています。これも、まあ、ここにいるコミュニティの皆様が盛り上げてくださっていることが背景にあると考えています。この場の皆様、オンラインで聞いてくださっている皆様、そして最後に、まあ、日頃一緒に働いてくださっている同僚の皆にお礼申し上げます。ご清聴ありがとうございました。発表ありがとうございました。スライドに質問がございますので、こちら読み上げさせていただきます。まず一つ目です。 Google ワークスペースの操作って、ガスでもできると思うのですが、あえて Python でやることにどのようなメリットがあるのでしょうかとのことです。はい、おっしゃる通りで、 Python を使わなければならないかというと、まあ、そのなんか Python である必然性は実はないです。ただ、まあ、社内にやはり Python のエンジニアが多いっていうのもあって、このメンテであったりがしやすいっていうところであったり、ガスって僕30分しか実行時間がないみたいな感じのがあって、複雑な操作とかをこう長い時間するってなった時に、やっぱ制約条件が問題になってくるっていう理由があって、まあ、サンプルコードも多いし Python を選ぶっていうことを今回しています。ありがとうございます。では続いての質問になります。ツールのテストをどのようにしているかが気になりました。長期的にメンテナンスする上でデグレ、カッコバグをどのように防ぐかを知りたいですとのことです。そうですね、このツールできてから、まあ、あんまり時間経ってない、1年ぐらいしか経ってないんで、まあ、長期的にメンテナンスするっていうところには、まあ、コレクトに答えられるかっていったらちょっと怪しいんですけど、社内で、まあ、総合レビューしてるので、私、まあ、そんなにプログラム書く力ないんですけど、まあ、社内にはやっぱスーパーエンジニアたちがいるんで、彼らに見せてもうちょっとここ綺麗な書き方した方がいいよとか、分かりやすいよ、
感じのを見せることで、まあ、上長か、まあ、私以外のメンバーも分かるようにして、で何かあっても報告してもらったりとか、動かないようになってるよっていうような報告してもらったりするようなオペレーションを整えてます。ありがとうございます。では続いての質問になります。ワークスペースはテラフォームプロバイダーもありますが、比較等はされましたでしょうかとのことです。インフラストラクチャーザコードですね。ありがとうございます。テラフォームを検討したんですよ。テラフォームを一部検討したんですけど、テラフォームだと設定できない項目とかが Google ワークスペースはないかもしれないんですけど、まあ、社内だとやっぱり上質って Azure AD とかそういったインフラを使ってるんですけども、そちらをテラフォームで管理したいってなった時に、テラフォームにこのパラメータを設定するところがないみたいな感じの状態とかがあって、テラフォームで一括管理っていうのは今後進めていきたいところでありますが、まあ、今じゃなくてもいいかなっていうことを考えてます。ありがとうございます。では続いての質問です。情報システム担当イコール庶務ということとのことです。情報システム部門どこが担うかっていうところは結構、まあ会社によって違うところであります。なんでコーポレート部門が上質部門を抱えて、まあ、庶務的な運用をしているところもあれば、例えば、まあ、テックの会社とかだとどちらかというとコーポレートよりも、まあ、開発チームに寄せてモダンな上質にしていこうみたいな感じの動きをしているところもあります。なので、まあ、どちらもあります。で、庶務的なこともやっぱりやったりします。天井裏の配線とかコピー機の周りの調整とかいろいろやったりするんですけど、私は、まあ、やっぱりその上質って役割的には横串を刺すような部門なので、まあ、会社の全体が見れるような役割を担っていればいいなと思います。ありがとうございます。では続いての質問です。ワークスペースのシャドウ IT は利用できるアプリの制限や API 制御などセキュリティ機能では足りなかったケースなどがあって利用状況のチェックにした感じでしょうかとのことです。ご質問ありがとうございます。おっしゃる通りです。まず、まあ、何事も制限をかけていく前に、まあ、状況を把握しましょうというところで、まあ、現状を把握し、で、まあ、そのすごい大量にその許可していないSaaSが利用されていたら制限の方に踏み切ろうと思ったんですけど、やはり社内のまあ IT リテラシーとかもあって、結構上質が普段注意している利用しちゃいけないSaaS使っちゃいけないよっていうのをみんな守ってくれてるなっていうところで確認し、制限の方にはまだ倒していないっていう状態です。ただまあ今後セキュリティ要件を上げていくにあたって、まあ、例えばそのなんかドロップボックスへのアップロードのこうポストリクエストとかは遮断するみたいな運用とかは整えていく可能性があります。ありがとうございます。では続いての質問になります。上司1人目がつよつよで業務が高度に自動化されていると2人目以降の採用や引き継ぎスケールが大変になるジレンマもある気がしますが、いかがでしょうか。そのあたりのバランスなどもなどもし、考えられていたら聞きたいですとのことです。いや、もう本当にいい質問ですね。上質の悩みのうちの一つです。なのでいい上質いたら紹介してくださいっていうことを言いつつまあやっぱりそのそうですね、言ってその GUI でもできなくはないなっていうようなレベルで整えておく。例えばなんか高度に自動化しきっちゃって iPaaS とか使ってサービスとサービスを全部つないで入社のタイミングでスマート HR さんとかにレコード登録したらプロビジョニングで他の SaaS も全部作られていくみたいなことをやってる会社とかもいらっしゃるんですけど、まあそこまでやらなくてもまだ入社の人数的に大丈夫だなっていう間はある程度、まあ手オペに傾けておくっていうようなことを、まあ、今やってます。まあ、2人目とかでこう来てその2人目のこうメンバーに、まあ、上長化していくときとかにオペレーションをこうどうやってやろうかって考えて、まあ、2人の着地点を探るっていったようなアプローチがいいんじゃないかなって私個人的には考えております。ありがとうございます。続いての質問です。いっぱいありますね。ありがとうございます。はい、たくさんございますめっちゃあるやん。スラックの話で評価し合う仕組みについて、はい、評価されるためのコツ等ありますでしょうかとのことです。いやこれ難しくて人目につく人は評価されやすくなってしまうんですよね。やっぱりその、まあ、上質とか組織横断型なのでいつも助けられてるっていうようなことが多いと思うんですけど、やっぱりその小さいチームで3人とかしかいないチームで相互に本当に助け合ってるとかっていうのは、まあ、評価されにくいとかもあったりするとは思います。なんで評価目的にしてないですけど、されたらラッキーぐらいの
立ち位置で仕事に臨んでるっていうのが私の考えです。まあでもやっぱり褒められたら嬉しいんですよ。褒められたら嬉しくて、いやそんなことないんだけどねって嘘吹いちゃったりするんですけど、まあ評価されなくても、まあ、やるべきことをちゃんとやっていくっていうことな、まあ、上質としてはやっぱ大事なのかなって思ってますし、仕事ってまあそういうもんですよねっていうことを個人的には思ってます。ありがとうございます。では続いての質問を読み上げさせていただきます。どれも切実なニーズがあると思うのですが、とすると逆にこういうことをやるサードパーティーのプロダクトはないのでしょうか。ない場合ご自身や会社でこれをビジネスにしたりはしませんかとのことです。ですね、これは一瞬考えたりもしたんですけど、これなんかでもこの SaaS 側がその機能として整えてないっていずれ未来方向から考えるときっと整えられるんですよ、合理的な方法 で別に僕がこのコードとかを、まあ、もしご要望とかがあれば公開したりとかしたら、それってなんかこうお金払ってまで使うみたいな感じのところはあって、なんかお金を払わない、なるべく安く使いこなすためになんかこうこういうなんかこう小手先のことをやってるのに、なんかそこでお金取るってなったらなんかこうすごいダブルスタンダードが生まれてしまうところがあって、ちょっとあんまり筋が良くないかもしれないなとか思ってますし、一方でまあ資産管理ツールとかがこういうところに手を伸ばしてこういったこともできますよみたいな感じのところをアプローチとしてやっているところもあって、まあありがたいなって思っているところです。ありがとうございます。続いて感想になります。これ一人でやるのすごいだそうです。嬉しいです、ありがとうございます。ありがとうございます。続きましても、感想ですかね。Google ワークスペースのグループ設定は Python でやるのが楽ですよね。一括送信用グループを単発で作ったりなどよく使いますとのことです。どうしよう。続きましても、感想になりますかね。Slack のチャンネルに参加したメンバーのメンテナンスをしないので参加しなくなったプロジェクトの通知がずっときます。棚卸し重要ですねとのことです。棚卸ししましょう、みんな頑張ろう。ありがとうございます。最後、3つ感想がございまして、こちら同じ方からの投稿でしたのでまとめて紹介させていただきます。謎の音声がタガログ語だと分かる問題調査力。共有期間設定ないんだ、ボックスとかにはある。あ、ちょっと製品名を言うのはあれだったんであれですけど、ボックスとかあるんですね。なんでみんなボックス使いたいんですよ、分かります。ちょっと高いんですねやっぱり、分かります。続いても感想がございます。こちらで最後になります。上場の監査ってそんなところまで見るんだとのことです。そうなんですよ、日々開発の皆さんが頑張り、プロダクトマネージャーの皆さんが頑張り、上質がやってることを確認してありがとうっていうのが、まあ、上場の監査のうちの、まあ、大きなフローのうちの一つですね。ありがとうございます。それではスライド上、質問以上になりましたので、福島さんのトークを終了いたします。発表ありがとうございました。ありがとうございました。質問がある方、また直接お話ししたい方は廊下ホワイエでお話しすることができます。スピーカーも移動いたしますので、壇上周りには集まらないようご協力をお願いいたします。それでは以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。